こんにちは、ケンです。ということで、今回はですね、ちょっとお酒作っていこうかなと思って、私ね、昔大学生の頃にすごいカクテルハマってたんですよ。で、今回はね、お酒を飲んでいこうシリーズ、第1弾ということで、女の子でも飲める、てか女の子を家に呼べるカクテル、フラミンゴレディってカクテルですね、今回作っていこうかなと思います。で、レシピなんですけど、ウォッカと、ウォッカわかるよね、ウォッカと、あとこれピーチのお酒だね、ピーチリキュール、これちょっとカシスリキュールっぽいんだけど、少し大きい、まあ同じシリーズの別の何かって感じです。ピーチのリキュールと、あと、パイナップルジュース、余ったら飲もう、普通にパイナップルジュース大好き、はい、と、こちらですね、カクテルを作る時にしか見たことないグレナデンシロップ、あんまり普段見ないよね、グレナデンシロップとか。これもね、カクテルを作る時ぐらいしか見ないんですよ。あとプラスで、本当はねレモンジュースなんですけど、間違ってライムジュースを買ったんで、ライムジュースにしますね。ライムジュースを、使って、作っていきましょう。あとね、これ間違えた、カクテルシェイカーでね、ちょっとシェイカーして作っていきましょう。これをするだけでね、かなり、美味しくいただきます。お酒がこれで測るんですよ。これでね、なんでこんなこうちょっと不衛生な感じの作りなのかなって感じなんだけど、これで測るんだよ。あの両方測れるようになってて、こっちに入れると、25かな、30まで測れるのかな、30まで測れて、でこっちに入れると45まで測れるっていう風な、ものです。なんか普通の計量器でいいんじゃないかなって気がするんですけど、これで作りましょう。まずは、ウォッカを50入れます。50入れるのは45と5か。こんなのノリだから5で、ピーチリキュールが40、40だね。40は30mm×10mm にするか、 20mm×2回にするか、ちゃんとね、普通にこう普通の高さの計量器の方がやりやすいのではって感じはするんだけど、これはね、いきがり要素っていうか、こうした方がかっこいいかなっていうので、みんなこれを使ってるのかな。なんでなんだろう、ちょっと僕にはいまいちわからないです、糸が。で、あとプラスパイナップルジュースも同じ 40ml 入れます。あ、振ってなかった、ライムジュース、これだね。こんなの買ったことないよね、このレモンジュースとか。あ、でもハイボールとかでなんかするときは人は買うのかな。ハイボールあんま飲まないから分かんないんだよね。でライムが 20ml ね、失礼。グレナデンシロップ、これだね。これが1ティースプーン。なんだよ、1ティースプーンって。適当に入れてね、ちょっとね。気持ち。これぐらい。はい。で、これはね、多分、なんだろう、色をつけるためのものかなって気がします。で中身は、これで見せた方がいいか。こんな感じです。こんな感じの色になります。で、これに氷を入れます。中に氷を入れて、入れます。かぶせます。で、どうやって持つんだっけ？こうか。久しぶり、冷た！冷てー！で、これだね。これ入れるんだけど、その前にね、その前にちょっとやることがあるんですよ。その前にやることがあって、
何をするのかなって話なんだけどさ、こうします。で、ついたと思ったらここだね、砂糖です。これ面白かろう。こうします。ほら、砂糖のこう枠みたいなのがつくんですよね。これで一緒に飲むときにちょっとこう甘くなるというふうな感じで、女の子は好きそうな感じだね。どうだろう、これギリギリかな。ちょうどいいちょうどいいちょうどいい。はい、ということでフラミンゴレディというカクテルです。美味しそうだねこれ。飲んでいきましょう。今日のおつまみはこちらです。こちらです、缶つま、プレミアム紅ズワイガニカニ味噌足肉入りですね。こちら、オフ会でもらいました。オフ会でもらったんでせっかくなんでね、ちょっと温めて、食べていこうかなと思います。じゃあ、飲んでいきましょう。あー、うまっ。甘くて美味しいな。この周りについてる砂糖はね、なんかお菓子食べてるみたいな感じになるんだよね。うん、これなんだけど、なんだっけ、フローズンスタイルみたいな話だ、言い方だっけな。これを水にして、レモンにして、レモンでこう水っぽいのつけて、で、塩をつける方法になります。塩をこう、そしたらちょっとしょっぱくなって、それもそれでね、ちょっと大人の味になって美味しいです。どうしたの。心を痛めた話をしようと思う。本田翼がね、誤っててね、ちょっと心が痛かった。あの、なんで誤ったかっていうと、なんか配信が誤作動しちゃって、で、なんか配信をしてないのにこう通知がいっちゃって、で、何分間かこうコメントがこう配信のライブが流れちゃったんだって。で、その本田翼の私生活が分かったとかじゃなくて、全く音もなくそのまま終わっちゃったみたいな。それでこう怒ってた人とかもいたみたいで、それで謝罪してたらしいね。もうやめたれやって気するけどね。いや、もう芸能人だししょうがないのかなっていう。その期待されてる分、その期待を裏切ったら叩かれちゃうみたいなのってしょうがないのかなと思うけど、なんかネットの配信のいいところって、最近ちょっと変わってきちゃってるような気がするんだけど、なんかお客様とこうプロバイドする側じゃない関係が良かったんじゃないかなって気が俺はしてるんだよね。その友達同士みたいなさ、友達だったらさ、例えば間違って LINE 送っちゃってさ、謝罪するか。あ、大変申し訳ございません、間違えてちょっと LINE 送ってしまってとかさ、しないじゃん。だから明らかにこう消費者としての権利をこう、まあ当然なのかもしれないけど、見る側も出していて、なんかそれがこう、なんだろ う芸能人がネットでライブ配信をする、そのなんだろう、隠れ家的なさ、隠れ家でもないんだけど、なんかいつもと違うさ、素の本田翼が見たいみたいなのってさ、どんどんできなくなっちゃうよな、ああいうのあるとっていう風にちょっと思いました。なんか本音で話せなくなってくるからね、まあしょうがないんだけど。でもあんまり YouTube を、まあもちろん大事だよ、 YouTuber の地位も大事だけど、俺仕事するのってあんま好きじゃないんだよ。まあ、仕事なんだけど、俺個人的に部活ぐらいの辛さで見てるかな。部活、ちょっとここなんか毛が生えちゃってる。部活みたいなさ、感じの辛さで感じてるから、別に仕事つれーみたいな感じにはなんないかな。あ、タイアップ動画の時は辛いかな。言っちゃっていいのかそれって感じだけど。
大丈夫、ここまでたどり着けないから、タイアップ動画の関係者はここだったら行っていいですよ。あ、うまっ、うまいね、いいな、なんか家でゆっくりさお酒を飲むってさすごくいいよね。めっちゃこの辺が温まってくる、なんかお酒を飲むと。次は何にしようかな、次もちょっとせっかくいろいろ買ったし次もカクテルにさせてほしいんだよね。でその次ぐらいはちょっとビールとかさ、ちょっと海外のビールとかなんかそういうのも攻めたいよね。であとおつまみもさちょっと作ったりしてさ、ちょっと食べて話したりしたくない？うん、次からもうちょっとなんか一緒に飲める感じにしたいんだよね。まあ、次からねちゃんと乾杯を言うべきだった。今言うか、乾杯乾杯、これでいい、これにしよう。俺乾杯待てない派なんだよね。ビール継がれたらさ、もう早うしろやって思っちゃう。何もたもたしてんねんって。美味しいなこれ。うん、これ美味しいわ。日本酒に合いそう。カクテルにはね、合う合わないって感じじゃなくて。なんだ、なんだ、どうしたのリリー。うん、美味しいね。バーとかここしばらく行ってないな俺。あの大学生、大学3年生4年生まあ20、21って言ったら大学3年生4年生だもんね。そっからしかお酒なんて飲めないしね、当たり前だよね。まあそれ大学3年生4年生の時とかさ、すげえバーとか行くのハマってさ、あと社会人になってからとか一人で行ってさ、こうなんか飲んだりしてたわ。あのいろ、俺なんかね、カクテルすごい好きだったんだよ当時。こういう甘い系とかじゃなくて、なんかこうちょっとさ、なんだろう、辛いというか、まあしっかりガツッとくるやつも好きで、今度そういう系にしようかな。ただこれはちょっとね、ちょっと大学生向けっていうか、お酒苦手みたいな、まずい、え、苦いだけじゃんみたいな人向けのものだね。これ飲んだら絶対変わる。超美味しい。普通にジュースみたい。これだってさ、ウォッカ3分の1ぐらい入ってんだよ。ウォッカ3分の1って結構な量だよ。ウォッカってアルコール度数40ぐらいだから、これ1杯でビール1缶は言い過ぎか、ビール1缶ぐらいあるんじゃないかな。ウォッカ入ってるし、ピーチリキュールもお酒だからビール1缶ぐらいありそう。これいっぱいで、ということでごちそうさまでした。また次はね、スモークの動画プラスもう一杯なんかカクテルの動画なんか出そうかなと思います。こうだってできんやな、これ髪切りに行かなきゃダメだな。伸ばしてるからさ、相当放置プレイしてるけどさ、髪切んないとここ跳ねてな、気になる。はい、ということでお疲れ様です。バイバイ。